体重コンピューターチェック。チェックします。名前バイブ星人、種別透明宇宙人、身長 2.8m から 53m、 重さ 170kg から 30,000 トン、能力体を震わせて透明になる。ウルトラマンレオは様々な形で怪獣や宇宙人たちと戦ってきた。厳しい特訓で試練を乗り越えてきたウルトラマンレオだったが、バイブ星人には最初まるで手が出せなかった。透明宇宙人というもう一つの呼び名は、バイブ星人が体を超高速で振動させ体を透明にするところから来ている。バイブという言葉には震えるという意味があり、特徴と名前が非常にマッチした宇宙人であるということもできるだろう。性格も実にずる賢い。バイブ星人は我々人間より少し大きいぐらいの時と、53メートルの大きさに巨大化した時とではまるで姿形が異なっている。しかし残念なことに、この理由は現在でもよく分かっていない。今後もさらに調査を進める必要がある問題だろう。巨大化してない時はなかなか足が速く、追撃する宇宙パトロール隊マックの隊員たちを尻目に白昼堂々街の中を走り抜けていく。バイブ星人は自分の体を透明にすることで姿なき殺人鬼となり、次々と人間の命を奪い、そればかりかその罪を全て大鳥源の仕業であるかのようにカモフラージュした。その恐ろしいばかりの力は大鳥源の信頼を著しく失わせるほど強烈であった。マックの諸星隊長はバイブ星人のトリックを見抜き、大鳥源の無実は何とか証明されたが、依然としてバイブ星人の術を破る方法はなかった。戦闘機マッキー3号セミの体当たりが成功。苦しみながら姿を現す断末魔のバイブ星人にウルトラマンレオとどめの体当たりがお見舞いした。